県内では今日新たに16人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。静岡市では同じ職場で働く3人の感染が分かり、さらに十数人が発熱などの症状を訴えているということです。新たに感染が確認されたのは浜松市6人、静岡市5人、伊豆の国市と八重洲市でそれぞれ2人、島田市1人の合わせて16人です。 静岡市で感染が分かった5人のうち3人は5日に陽性が判明した青い区の20代女性と勤務先が同じだったということです。さらに通勤もしくは通学先が同じ十数人が発熱などの症状を訴えているということです。市ではさらに感染者が増える可能性もあると見ています。ままた、た。伊豆のの国市ででは未成成年と高齢でない成人の感染が確認されました県では 未成年が通う学校の関係者およそ40人を対象に PCR 検査をしていますまた浜松市の高齢者施設関連のクラスター患者はグレイス・アリタマの入所者の男性1人ですこのグレイス・アリタマでは従業員がマスクを外して介護する時があったことが市の調査で分かりました 世話をする際、従業員の顔が見えないと利用者が不安がある場合があるなど、マスクを外さざる得えない状況があったということです。